せーの、まったりしていってね。いやー秋ですね。そうだねー、めっきり朝晩寒くなってきたもんね。秋といえば何を思い浮かべますか、霊夢さんは。秋といえば、なんだろう、食欲の秋とか、あとは紅葉とか、あと運動会ってイメージもあるかな。今はあんまり関係ないみたいだけど、あと、秋の夜長とか、果物が美味しいってイメージもあるかな。なるほどなるほど。じゃあ10月ってどんなイメージがありますか。10月、なんだろう、さっきの秋でほとんど行っちゃったからな。なんか忘れてないですか。10月後半といえば、わかった、ハロウィンだ。正解です。それがどうかしたの。いや、前回スコーピオンズをやったじゃないですか。それでドイツつながりでこんな時期だし、このバンドもやらにゃいかんかなと思いまして。なるほど、もうわかったわ。では一応テーマに行きます。今回のテーマはこちら、です。まあそういうことだよね。はい、そのまんまでございます。時期的なもんなら去年やってもよかったんじゃないの。まあそうなんですけど、去年はうぷ主にそんなことを考える余裕がなかったと。まあそんな感じです。まあそうだよね。去年の今頃ってどんな動画出してたんだろうね。確かに少し気になりますよね。このチャンネルを最近から見ていただいてる方々には、ぜひチャンネルに行っていただいて、以前の動画も見てほしいですよね。そうだね、画面左下のマリサがアホ顔で口開けてるマークを、ポチッとすればいけるんで、この動画を見終わったらよかったら行ってみてね。お願いいたします。で、ハロウィンなんですけど、ちなみにアルファベットだとハロウィンとなります。ああ、ハロウィンじゃないんだね。そうなんですよ。一応メタルバンドなんで、AOE にしてヘル、つまり地獄ってスペルにしたら、メタルっぽくなるんじゃないかってことでそうしたみたいです。まあメタルバンドはイメージ大事だからね。それでバンドの遍歴もやろうかどうか考えていたんですが。ああ、歴史の長いバンドだからね。もう3分過ぎちゃったんでやめときます。まあ曲紹介の中で主要メンバーは出していくので、それでご勘弁いただければ幸いです。じゃあ1曲目に行きますね。よろしくねー。まず1曲目はアルバムキーパーオブザセブンキーズパート2から、ドクターステインです。まあライブの定番曲だよね。そうですね。ハロウィンにしてはそんなに速くない、ミドルテンポでノリのいい曲なので、ライブなどでも人気の曲ですね。速い曲ばっかりだと疲れちゃうもんね。そうですね。まあそれが売りのバンドなんで仕方ないですけど、こういうミドルテンポでかっこいい曲もあるよって言いたかったので、この曲を上げてみました。ちなみに作詞作曲は今も在籍してるマイケル・バイカートです。今もってどういうこと。はい、このバンド出たり戻ったりが激しいんで一応言っておきました。この曲とアルバムリリース時は、創設者であり初代ボーカリストでギタリストのカイ・ハンセンもいましたね。脱退後に作ったバンドガンマレイもかっこいいです。ちなみにこの曲のボーカルはマイケル・キスクです。なんか我アボ以外は全てが変わっちゃったわね。はい、時の流れとは残酷なものです。というわけでいつも通りまとまりませんが、ぜひ聴いてみてくださいね。では2曲目に行きますね。2曲目はアルバムマスター・オブ・ザ・リングスから、ソウル・サバイバーです。こ
この曲は私は知らないわ。はい、このアルバムからボーカルがアンディ・デリスになっています。こんなに変わっちゃった。はい、残念としか言いようがないです。この曲はアルバムのオープニングを飾るスピードナンバーですね。私はこの曲の特にイントロが大好きです。ボーカルのアンディもマイケル・キスクとは違ったワイルドな感じで。若い頃は甘いマスクなんだけどね。そうですね、ちなみに前にも紹介しました、ピンククリーム69にもアンディは在籍していました。このバンドもおすすめです。とりあえずかっこいい曲なんで、ぜひ聴いてみてください。では最後の曲に行きますね。3曲目はアルバムキーパーオブザセブンキーズパート1から、ハロウィンです。ハロウィンのハロウィン。はい、ハロウィンのハロウィンです。まあバンド名と同名の曲は古今東西いろいろございますが、このハロウィンは秀逸だと思います。そうなんだ。はい、私はハロウィンの曲は実はこの曲が初めて聴いた曲なんですが、やば、かっこいいと思いましたね。曲もツインリードのギターも、正直やられたって感じでした。そんなに良かったんだ。はい、おそらく当時やられたギターキッズは多いと思います。ハロウィンの真骨頂とも言える曲と私は勝手に思ってるので、ぜひ聴いてみていただきたいですね。というわけで3曲紹介が終わりました。今回は以上となります。それではまた見てねー。